おはようございます。どうも、久保塚です。本日は甲冑さん、甲冑さんの攻略ページを開くのを忘れてたんで今から開きます。甲冑さんもね、あのね、めちゃくちゃ難しくてクリアできなくて後回しにして、さっきちょっとやったんですけど、まあもう多分クリアできないなと。俺の実力では140回やっても殺されるなってことは分かったんで、また前回と同じ作戦でいこうと思います。場所は剣業の戦い、どこだ、5分だな。これもね、また袋叩きにされてずっと空中に浮いて半分ぐらいやられて死ぬっていう、もう着地できないんで、もう着地できないゲームはねダメです、このゲームは。でね、まあ、条件は幻影の孫作孫権孫昌公をまあ1回以上倒すということで、まあ、要はいっぱい倒さなきゃいけないけど、超めんどくせえの。ってことで、また馬。馬アタックよ。どうしよう、真空書。火力重視で行くなら、これね、アイテムがあんまつけられないんだよな。どうしよう。これでいいか、まあ、真空いるかな。なんかあんまいらない気がする。いる？一応入れとくか。これよりも、これで火力を上げた方がいい気がするな。これでいこうか。これでいってみよう。護衛もいらない。で、速攻で、作戦は、直進して速攻で郊外をまずぶっ殺すでしょ？で、また前進して、ほんなら、孫作と孫昌公が同時に襲いかかってくるの。大体ここで殺されるんだけど、でもここで2人を倒さないと、ちょっとめんどくさいんだよね、この後が。で、それを速攻で馬でぶっ殺す。ほんで、なんだっけ、パパ犬を、その流れで本物のパパ犬をぶっ殺す。ほんなら、パパ犬の原因は消えるから、そう、ほんで、策を倒す前に、そうだな。策を倒す前に、剣をぶっ殺そうか。剣、うん、そう、剣だな。いや、これ威力高いわ、この。騎乗攻撃力上げたらすげえ威力上がるな。硬えな、こいつ。やっぱ中学の時と違って、ダメージがいっぱい入るな、こっちも。体力も上げたいんだけどね、ほんと。上げたいんだけど、上げる余裕がないから、もうこの、馬の上、田村間の作戦しかないわけ、俺には。さっきもちょっと練習でやったんだけど、もう全然勝てない。孫昌公と孫作が相手にしてると、まあ、結局もう3、4回回復されるのよ、ずーっと。死んじゃうっていう。もうこっちが耐えられないっていう。まあ、飛ぶな、お前、ぴょん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 、腹立つな、こいつ。じじい、ごらん。うるえ！しゃ、じじい。ぶっ殺してやったぜ、このじじいはよ。ほら、行くぜ！ゴー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 ！おぉ、若い奴らも、もう死にます。残念ながら死ぬんです。おじさん。短パンがやっぱ相変わらずかっこいいな、こいつの短パン。この、オノマチックが効いてる間に早く、とっちめてえな。おい、おら！よし。ここであるわけよ。家族の誓いが。行くぞ！我ら孫家、皆揃って天下へと登るのだ！イエーっていう、しょうもないイベントなのに、こいつらも血祭り投げていくという。あ、いい、入るね、やっぱ。いいよ。この町子で一気に、削っていこうぜ。出てねえだろ、そんなに。でまたこの、幻影、こいつら幻影なのよ。これが3、4人一気に襲いかかってくるっていうの。まか不思議なことが起こるから、速攻で、本物のこいつをぶっ殺さないといけないんだけど、その前にやっぱ孫作を倒しておかないと、孫作の原因が倒せなくなるという。この将校もしばき倒しておこう。うれ、こいつガード勝て、引くぜとか、こいつ殺されてんのに引くとかよ、ゲームじゃねえぞこれ。死んだら終わりなんだよ、一度きりの人生のはずなのに。どんどん相手の士気上がっていくから味方がピンチになる。
だからこのそのままで戻らないといけないんだよ。まずいまずい。ここで孫将軍殺しておかないと、ちょっともうちょっとめんどくさいから。ガードは硬いな、この女。身持ちが硬いぞ。解放していくぞ、もっと。おら、よし。まずいまずい。OK、ぶっ殺した。ここで、孫作を殺す。孫作じゃない。パパケンを殺す。なんで引くとかさ。これもね、絶対地上に降りちゃダメ。地上に降りた方が早いかもって思った瞬間負けるから。ほら。急いで行かないとね、右のルートと左のルートって殺されるんだよ。しかも、なんかこう、幻影がね、こっちの本陣のすぐ後ろに出てきたりして、ちょっとめんどくさいことになるんだよね。ほら。急げ急げ。やばい、鼻がかい。鼻がかいです。どうしよう。誰かかいて、俺の鼻。俺のノーズをかいかいしてくれ。超かい。あとちょっと。うれ。どこ行った？お、パパ。パパ。よし、パパぶっ殺した。うわ、かいこし。で、速攻で左上に行って、剣と剣の幻影と太子城ぶっ殺す。これでいこう。この作戦いけえな、お前。この作戦しかない。そう、ここで孫作が本物になるから、孫作は絶対倒して、さっきの段階で倒しておかないといけないね。え、これ真ん中にいるの誰だ。周隊か。周隊倒しておくか。ちょっとうぜえし、周隊ぶっ殺しておくか。急げ、間に合え。ここで集団を倒しておきたい。あそこに孫作もいんの。おお、いいいい心がけ。そういうね、やっぱ声かけ大事なの。やるよ、結構やるよ。逃げんな、こら。おら、小野町子欲しいな、ほんと。小野町子があったらね、一気に殲滅スピード上がるのよ。亮頑張れ。いいよいいよいいよ、この雑魚いいよ、いい。そういうアシストすげえありがたい。うれ、いいよ。 OKOK、 いけ。おいしょいしょ、おいいね、いい、君いいアシスト一回拾ってくれたね。いいのよ、ありがたいことになってる。うれ、お前こら出てこい、壁から。お前今の角度でやべえ、出てきやがった。まだ OKOK、 倒した。しこれでいいだろ。で、剣太子城ぶっ飛ばそう。行くか。おお、びっくりした、何も言わないのかと思ったよ。なんとかお前胴体切断してるぞ。恐ろしい、恐ろしいことになってる。さあ、ここで、やべえ、左上は死にかかってる。なんでどんどんの士気が上がってるわけだ、敵を倒してんのに。おかしいんですよね。倒せば倒すほど相手の士気が上がるっていう、このシステムがおかしいんですよ。スリーこういうステージ多いですからね。手ごわいですね。わけわかんない、ステージが。ここ3人もいいのかな。先に孫権を倒さないといけないし。ハードだな。なかなかハードな。ハードな仕上がりになってるけど、負けないよ。負けないよ。うん？お、剣も倒しておきたい、ここ。だからここで倒さないといけないわけ。ここで倒して策を同時に倒すっていう作戦でいこうか。ちょ、体力が欲しいな。ちょっと体力回復したいんですけど。なんだこの、放火魔も一緒にいるじゃん。治安悪いな、ここ。お、治安悪いぞ、ここ。めちゃめちゃ襲いかかってくるしよ。馬乗ってるジジイにお前、こんな戦ってくるなんて。ちょ、おいちゃ。ディフェンスじゃない。俺が欲しいのは小野町か。俺はオフェンスの男になりたかったんだ。
弓がいる。やべ、こいつガードか。やばいやばい、これ死ぬ。おのまちこ、いや、このおのまちこで全てが変わる。このおのまちこで全てが変わるぞ。俺たちのパワーバランス。おっしゃ、なんか殺した一人。来たぜこれ。よし、お前、いつの間に、さすがおのまちこのパワーすげえな。やっぱおのまちこやっぱ一番いいわ。このゲームの良心、唯一の良心かもしれない。いろんなものに裏切られてきたけど、まず味方に裏切られてきたしね。よし、殺した。うぜえな、こいつら。お、なんか体力も知らん間に回復してる。この勢いで、策を、ぶっ殺そう。おい、来た来た来た。あーべ、オノマチコ切れた。策が切れた。策じゃねえ、オノマチコが切れた。え、あ、もうゲットしたの。あ、こんな感じでゲットできんの、こんな簡単に。あ、そうか。もう全員倒したからか。あ、もう余裕じゃん。あとはよ、こいつら全員血祭りにあげてよ、ボコボコにしていけばいいわけでしょ。問題なしようじゃん、これ。すーげえ食らってますよ。すんげえ食らってますよ、今。やっぱ、これだな、もう。これ皆さん、これです。この3困ったら、この作戦、もう、馬の上田村麻呂。馬の上田村麻呂大作戦しかないですよ。これ安定してるわ。基本これだわ。あの超、馬上攻撃が使いにくい小強ですら、これでいけるんだもん。もうこれに尽きる。弓はうぜえな。弓はうぜえけど、弓も無効化してしまうという。のけぞりがないから。さすが。さすがドスエ。さすがドスエということや。おら、よし。で、将校が、あ、違う、剣が来るのか。つまり、将校もう一回しばき倒しておくか。邪魔だしな、あそこにいたら。よし。じゃあねー。いいね、いいね。そう、受け継ぐと徐々に殺されていくっていう、これ悲しい。悲しいステージなんだよ、これ。悲しみを背負ったステージ。敵も強いね、しっかりやんな。よし。は？なんでやねん、お前。なんでお前、士気ゼロのやつに殺されてんの。さすがですね。どういうことやねん、このゲーム。何が、なんで、ほうとうさん、ちょっと。頑張ってください、そこで。私今行きますから、今から。そちらお伺いしますんで、もうしばらく耐えてもらえますかね。ちょっとこの、ほんと最近の男はもうダメだな。だから男はダメだって言われるんだよ。どっ！てな、こいつ。よし。どうも。おどこにいんねん。おどこにおんねん。助かりましたよ。そうでしょ？もっと褒めて。お前には無理よ、お前。お前、いい評判聞かないぞ、お前。最後は昔から酒と女に溺れて死んでしまったんだから、こいつ。むちゃくちゃなことして。援軍ってどこよ？お前どこで苦戦してんの？戦する要素ないやろ、今。全部俺がやってんだからね、孫。全員を。まだ何もしないから。倒していってんのによ。え？やる気あろう、お前。そんなね。八万の女に何やられてんの、お前。つぼ出せみたいなもんやぞ、そいつ。やらってな、そんなもんに。よし。お、いい感じ入って、やっぱダメージ、いい感じ入るな。うぜえな、このペン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 飛んでくるやつ、ハムスターみたいによ。ハムスター野郎で思い出した。ダイハード2が見たい。あれ、ダイハード2だったっけ？なんでこのハムスター野郎はみたいなセリフあったやつ。ダイハード2、ダイハード2を俺は今日は見ようと思う。夜寝る前に。ダイハードはね、でも俺3まで見たんかな。まあ1が一番面白いよね。やっぱり。この前1を見直して、すげえやっぱ相変わらず面白いなと思って。
4見てないんだよ。 4.0 だっけ。で、あれ5も出てんだっけ。 4.0 ってなんだよって当時言ってた覚えてる。 4.1 があんのっていう。ちょ、なんかすごい水中ステージになった。どうしよう、スーパーマリオ水中ステージになってる。これなんでこんな重いの。避けるねこいつ。何この水中ステージ。ティ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 。よし、やっぱ馬の上乗ってると余裕だわ。馬の上毛、このゲーム馬の上毛です。で、地に足つけた時あんなにしんどかったのにな。おお、うまい。この肉まん50で十分だもん。地に足つけてる時は50じゃ足りなかった。200よこせって常に言ってた。画面ついてた。でももはや今50で十分よ。心に余裕がある。安心できる。ストレスもたまらない。そしたらお前遠距離がパチ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 やり合って、この女ぶっ通したら終わりです。でこの順番に倒していかないとこれ一生復活するんですよ。幻影だらけで。一旦引くぜみたいなことばっかり。一旦引くぜお前何かやんだよ。一旦引くぜは一回しかやっちゃいけないんだよ。言葉の意味分かってるっていう。斧欲しいな。やっぱりやっぱり斧が欲しい。だけど、やっぱり、斧が好き。欠かせる斧つムーミーマンになりたいよ。なんでやねん、お前。そこなんもおらへんやろ、もう。孫権も死んでよ。お前、何と戦ってんの、あいつ。自分と戦ってんのか？な、己の幻想と戦ってんの、あいつ。自分の理想にまだ届いてない。己の幻想に、それがパラノイアとなる。おお、来た！はい。8角です、これも。確定演出入りました。あ、なんか、あっ、効かないな。あ、いや、結構効いてるわ。つえ！つえ、これ。超強くない？めちゃくちゃ強いじゃん。いや、もう終わりです、あなた。あなた、もう終わりなんです。めちゃくちゃ強かったな、今。肩ポンプ。お、いいね。この強者のモーションじゃん。肩ポンプ。ふう、やれやれ。一仕事終えたぜ、キャラ。ニヒルなスマッシュキャラな。最近いなくなってんのよ。ニヒルなスマッシュキャラ。はぁ、めんどくせえ、やれやれキャラ。あんまいないじゃん。時代が変わったのか、もう。今あれでしょ？なんだ、転生でしょ、転生。異世界に転生するんでしょ、今。俺も転生しようかな。そろそろ。そろそろ転生の頃合いかもしれない。おぉ、覇者、旋風山。かっこいいね。中国っぽいね、持っ手が。持っ手が中国っぽい。はい。ありがとう。ありがとうね、みんな。そして、馬ありがとう。